かつて己が野望のため我が子を鬼神に喰らわせた父、喰らわれた体を取り戻すため闇から這い出ようとする子、その子の犠牲の上に繁栄する醍醐の国で今二人は初めて顔を合わせる。その炎の意味を百鬼丸はまだ知らない。知らぬままにただ引き寄せられていた。誰だ。万門の巻下。なんだお前は。知れ者め、お前ごとき学士を聞けるお方ではないわ。我が国がご領主醍醐景光様を知らぬのか。やつは、のやつは。お前はなんだ。なぜ生きている。この生まれ損ないの鬼ごめが。殺せ。おいおい、殿、ここは一旦お屋敷へ。なぜ生きているお前は。来たぞ。こっちだ、逃がすな。なぜ生きている、この生まれ損ないの鬼ごめが。俺は生まれ損ない鬼。この野郎、話せよ、話せってば。スケルク、ドロロ、世話が焼ける小僧だ。スケルクを話せ。そいつはおっかちゃんに会いに来ただけなんだよ。うちに帰るだけなんだ。うるさい。万門を越えてきた者は全て化け物の国の人間だ。化け物の国。スケロク、大丈夫か？怪我は？うちには戻れなかったのか？うち、なかった。え？村中皆殺しにされたって。おっかあもきっとスケロク、大丈夫、大丈夫だって。ほら、オイラがいるじゃねえか。百鬼丸の兄貴だって絶対助けに来てくれるって。そしたら一緒に旅しようぜな。泣くなよ。そうだ、泣くな。心配いらん。醍醐のためには観世音菩薩の加護がある。観世音菩薩。ああ、朝倉のやつが一枚板でしかない万門に阻まれているのもそのためだ。万門についてるのは鬼神だろ。朝倉の兵が言ってたぜ、化け物の国だって。醍醐の国に手を出す者こそ鬼であり化け物だ。必ずや天罰が下る。あれ、その家紋確か醍醐家の家紋であり旗印だ。え、あ、穴だ。外に繋がってる。あれ狭すぎてダメだ。オイラたちなら行ける。スケロク逃げるぞ。こんなとこにいたら殺されちまう。いいよ、そしたらおっかに会える。バカ、こんなことでくじけてどうすんだ。ほら立てよ。いやだ、怖い。あの高さじゃ無理だ、やめとけ。言ってやる、こんなとこで死んでたまるか。おいら侍には戦には負けねえって決めたんだ。スケロク待ってろ、きっと兄貴と一緒に助けに来るからな。ドロロ。若、一旦お静まりなされませ。離せ。母上。多宝丸、どうしたのです。母上、母上は
手足も目も鼻も耳も全て鬼に食われた赤子を覚えておられますね。16年前、父上と母上が無残にも鬼に食わせた我が子のことを。母上、忘れたことなどありませぬ。あのガキ、急げ。ゆえ、逃がすな。離れろ、このガキ。ドロロ、行け。おいらも諦めねえよ。お前を待ってる。スケロク、行け。おいらも負けねえ。気付かろ。川に何も知らぬまま国のために、それでも人の親ですか。親なればこそ成し得たのだ。父上、多宝丸、そなたは知るまい。かつてこの国にあった地獄のごとき日々を、度重なる飢饉、流行り病、天変地、それにつけ込もうとする周辺諸国、もはや風前の灯火だったこの国を鬼神との約定が救ったのだ。この国の豊かさを喜ばぬ民はおらぬ。民のためとは名ばかり。その実は父上の野望のためではございませぬか。領主の利はすなわち民の利ぞ。そのために犠牲にしたは他の誰でもない我が子。武士として何ら恥じることはない。しかし…くせ者！百鬼丸！なぜ生きている？この生まれ損ないの鬼ごめが。大事ない。あれを逃すな。必ずや仕留めよ。ほっ。殿。父上、あれは私の兄上。多宝丸、その兄のために国を差し出すか。何の痛みも背負わず、ただ己の善良さのために再び民を地獄に突き落とすか。その覚悟あらば、あの地獄堂へ行け。行って我が鬼神との約定を破ってみせよ。さすれば兄の体は戻るであろう。国は滅ぼうともな。坊や、この生まれ損ないの鬼ごめが。兄貴。ドロロ、よかった。兄貴、一緒に来てくれ。スケロクが助けは間に合わんぞ。貴様らは大吾への宣戦布告として万門に貼り付けが決まった。どうやら万門に救っていたあやかしが追い払われたようでな。これで安心とばかり我が殿も本腰を入れたというわけだ。さっさと出ろ。こんな年寄りや負傷兵まで駆り出されるとは。朝倉はそれほどの大軍なのか。いや、お屋敷に妙な癖者が出たとかでな、手が足らんらしい。領主が打ち果たしたなんざとんでもない。なんとか封じられているのはこの一体だが、それもどうやら怪しいね。こいつは私なんかが生半可に関わっていいもんじゃない。しかしあれだけの鬼神をどうして抱えていられるのやら。
決まる。誰が名付けたかは知らぬが、あの子のこれまでが伺い知れるような。戦が近いとは思えぬ景色ですね。これを守るということは兄上を、それはあまりにも人の道にもとる。そうだろう。我らは答える立場にありませぬ。ありがたいことに。お前はいつもそうだ。ただ一つ、我ら兄弟は幼き時に敵方の捕虜になっておりました。醍醐の国の隆盛がなければ今ここにおりませぬ。おや、これは何か。あ、いえいえ、何でもありません。ごめんなさいまし。ずいぶんと百鬼丸に似た。出陣、進め。心臓のこの傷、尋常ではありませぬな。無傷なのもあるぞ。若、殿と鬼神の約定はすでに破られつつあるのでは。兄上によってか。大悟影光っていや、この国の殿様だろ。その家紋がさ、兄貴の持ってる守り袋の家紋と同じなんだよな。そんで、その奥方様が兄貴のことをなんて呼んだって？坊や。間違いねえ。見つかったんだよ、兄貴のお父ちゃんとおっかちゃんが。兄弟もいるってことだ。すげえ、よかったな兄貴。俺の。そう、兄貴の。おっかちゃん。スケロクのおっかちゃんはもう…いや、スケロクは諦めてね。兄貴急ごう、バンモンに打ちつけられちまう前に。若、どうする？何の痛みも背負わず、ただ己の善良さのために再び民を地獄に突き落とすか。もはや万門恐るるに足らず、我が朝倉の挨拶代わり受け取れ。おじさん。おのれ朝倉、もはや殿の到着を待つまでもない。かかれ。戦の声、始まっちまった。兄貴どうしよう。兄貴。何やら因果の歯車が一巡りしそうな雲行きだね。見届けるのもまた因果。お方様、お待ちくださいませ。ただ祈るだけの年月、私はなんと綺麗事の上にいたのか。なんだあれや。万物のあやかしでねえか。鬼の仕業よ。殿？じゃああれが兄貴の。いや、やっぱりあいつか。あいつが俺をこんなとこに。ダメだって、兄貴は鬼じゃねえ。わしのせいじゃない。命令
れで仕方なく。兄貴。兄上、私は多宝丸、あなたの弟です。やっぱり兄貴、オイラの言った通りだよ。兄弟なんだ。兄上、あなたに父上がしたこと、私は正しいとは思いません。生まれてくる我が子を鬼神に食わせ、見返りに国の繁栄を願うなど。生まれ損ない。そんな、じゃあ兄貴をこんな風にしたのは。そうだ、我が父大吾影光。しかしそこまでしても守らなければならぬのが国。そんな、そんなのひでえよ。兄上、今鬼神との約定を保護にすれば国は滅びます。いえ、今や国を脅かす兄上こそこの国にとっての鬼神。よくぞ言った多宝丸。よって私はあなたを撃つ。バカ、手出し無用。そんな、そんなことって。ドロロ、スケロク、そこにいるのか。固く結んであんな、なかなかほどけねえ。兄貴の刀なら一発なのによ。ドロロ、もう少し。化け狐が戻ってくる。ドロロ、手じゃ無理だ。間に合わねえ。ドロロ逃げろ。やだ兄貴。化け狐は？バンモンに吸い込まれちまった。それって、オイラにもわかんねえ。奥方様、奥。母上。百鬼丸、さぞ恨みに思うでしょう。あの日、何としてもそなたを守れなかった母を、そなたを鬼神に食らわせた父上を、そなたの犠牲の上でのうのうと暮らす我ら大吾の民を。ひどい。兄貴が、兄貴がどんなに。ひどすぎるじゃねえかよ。奥、多宝丸さえ分かった通りを、お前はいつになったら飲み込めるのだ。百鬼丸、許してください。私はそなたを救えませぬ。どれほど人の道にもとるとも、そなたの苦しみを知っていても、それでも我が国はそなたに許しを請うしかありませぬ。我が国は修羅となってそなたを喰らい続けるのみ。因果だね。百鬼丸、そなたばかりを犠牲にはしませぬ。鬼神どもよ、これ以上人の身が欲しければ我が身を。なりませぬ。お母ちゃん。母上。兄貴、スケロク逃げよう。大吾にとってこれ以上ない災いよ、百鬼丸。私はそなたを救えませぬ。こんなとこ一時だって言ってやることねえや。お前も一緒に行くだろ。うん。スケロクー、スケロクー、おか、おか、スケロク、おか、生きてたのか、おか。みんなで逃げ
て隠れてたんだよ。万門の守りが緩くなるのを待ってたのさ。ああ、スケロク。よかったな、スケロク。スケロクたちも兄貴が鬼神に体を食わせてるから。兄貴、兄貴にはオイラがついてるからな。you